キラルプール法は、キラルな化合物を合成する際に用いる手法の一つである。すでにキラルな状態にある化合物を原料としてを用いて有機合成を行うことにより、目的の複雑な構造を持ったキラル化合物の合成を行うことができる。キラルな出発原料としては、天然物である単糖やアミノ酸が含まれる。原料の持つキラリティは、反応過程において保持される。 キラルプール法は、目的化合物が安価で、キラルな天然物と構造が類似している場合には、非常に有効な合成法である。そうでない場合では、目的化合物に到達するまでに、周率低下の原因になり得る多段階の反応が必要になることがある。つまり、目的化合物に適したキラルな出発原料が、見つからないときは、他の方法を用いた方が良い。 キラルプール法の際、しばしば観音器変換や保護器が利用される。キラルプール法は、エポチロン合成の際に利用され、その際出発原料として、キラルなマイナスパントラクトンを用いる。また、キラルなに、サンブタンジオールは、キラホスの合成に利用される。キラルプール法を用いたキラルなキラホスの合成。 ウルリヒクラル、エフィシエントキラルプールシンセシスオブザシー 1C6、フラグメントオブイポセロンズ。シンセシス2005、301305、ドイ、10.1055、S-2004 から834936、MD フライスク、B、ボズニーク、アソメトリックシンセシス、プロダクションオブオプティカリーアクティブアミノアシズバイカタリ、ヒドラジネーション。JAM、ケム、 千二百9962626267ドイ 10.1021J00461A014 プミ三893889ありがとうございます。